こんにちは。こんにちは。森沙織です。コスケです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日はこの異空間からお届けしてますけど、はい、ここは日本三大鍾乳洞と言われる龍河洞にやってきました。はい、やってきました。初です。鍾乳洞って普通の洞窟とやっぱ違うんですかね。岩自体が鍾乳石という、ね、水に溶ける石ですから、だからこうね、雨水や地下水によって溶け出していろんな形になった壁ですね、ここ見て、こう透明の、まるで透明プラスチックのようなこれ作られて、あ、これプラスチックですか。ここじゃあ散策していきましょう。はい、なんせビル20階ぐらいの高さまで登るそうなんで。20階って相当ですよね。相当。あ、頑張りましょう。はい、うわ、本当天井低いな。私身長低くてよかったです。僕ほらみんな YouTube でしか僕のこと見てないけど、はい、ね、実際は2メートルあるわけだから。いや、すごい。なんか私のために作られた高さって感じ。あ、本当だ、ちょうどいいじゃないもう住んじゃえば。おお、じゃあそれは、うん、いつも森ちゃんは、あ、ここ住みたいって言うじゃん。ここはどう？洞窟が嫌ですあ、そうなの。上見てください、めちゃくちゃ高い天井が、うん、どうした？水が私の目にクリティカルヒット。目薬？すごいじゃん、天然水の目薬。先人の、もう道内でも最も天井が高いでしょ。本当や、嘘、本当や。何やろ、なんかレモングラスみたいな。なんか今歩き方おばあちゃんみたいだったよ。神秘的だよ、ここから見ると。そうですね。スイッチ見かけても押さないでよ。なんか動き始める。でっかい岩がゴロ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 って。
すごく時間をかけて地球の歴史とともに育ったこの龍河洞のね、追ってましたね、歴史を。地球の歴史が龍河洞の歴史みたいな。でもそれもすごいですけどね。なんか最後の最後に、はい、なんか大きなプレゼントをもらったような気持ちになりましたね。そうですね、素敵なものを見れました。またね、わ、現実世界に持ってきましたね、ゴールしました。私ここまで深いというか長いと思ってませんでしたね。結構ゆっくり回って1時間以上歩いたかな、経ったかな、まあ、ゆっくり写真撮ったりじーっと眺める人だったらもっとかかるね、ハハハハ。